明治。さあ、運命のプレゼンだ。意識低い。え、床？胃が嬉しいと仕事は楽しい。さあ、意識改革。胃で働く乳酸菌 LG21。まあ、いつも通りで。意識高。明治。消化器を重視する医師963人に聞きました。毎日の健康維持のために 95.3% の医師がおすすめするヨーグルトだそうですよ。胃で働く乳酸菌 LG21。 おいしい。おはようございます。よろしくお願いします。お願いします。はい、これでいいよ。はい、いきなり床から出てくるの俺。朝一で床から出てくるの。朝一で床から出てくるの。おはようございます。お願いします。重ねさせてください。意識、意識低い。はい、このまま最終調整させてください。よーい、スタート。意識低い。え、床。ありがとう。はい、いいと思います。素晴らしいです。やばいですね。よーい、スタート。意識低い。え、床。よーい、スタート。意識低い。え、床。意識低い。え、床。ありがとう。はい、ケツ4。はい、チェックチェックです。チェックタイムです。なんで床なんですか。商品の持ち方確認した上で行かせていただきますね。胃が嬉しいと仕事は、胃が嬉しいと仕事は楽しい。じゃあ各部の皆さん、はい、胃が嬉しいと仕事は楽しい。よーい、スタート。胃が嬉しいと仕事は楽しい、ね、スタート。さあ、意識改革。よーい、スタート。さあ、意識改革。よーい、スタート。はい、カット。はい、カット。おいしい。確認してます。はい、お願いします。はい、じゃあ、あと商品の見え方がクリアになれば。確認しております。もうちょっとテンション高い感じで。はい、あの横にこういうことはしないけど、ニュアンスとしては意識高、意識高。それでテンション高。はい、よーい、スタート。まあ、いつも通りで。意識高。はい、カット。まあ、いつも通りで。意識高。はい、カット。よーい、スタート。胃で働く乳酸菌 LG21。 はい、OK です。じゃあ、お疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様でした。じゃあ、今度こそは。ありがとうございました。ありがとうございました。わざわざ朝から。いやいやいや、もうありがとうございます。お世話になりました。引き続き。引き続き、はい、どうぞよろしくお願いいたします。たくさん宣伝してきます。ぜひぜひよろしくお願いします。すいません。いただき物までありがとうございます。お疲れ様でした。ありがとうございます。やっと。今まで演じたことのないキャラクターと、突然こう床とかテーブルの下から顔を出して、意識改革を進めてみたりっていうようなキャラクターは
めちゃくちゃ楽しかったですね、はい、本当にこう真面目にやればやるほど周りのスタッフの方がこうクスクス笑ってくれたりしてたので、よくそれは良かったんじゃないのかなと思いますけれども、あ、いっぱいありますよ。それはもう演劇の初日だったり、その緊張感のある舞台であればね、いつもこうプレッシャー感じる部分ありますし、映画のクランクイン前だったり、先輩のこう役者さんとの芝居の日だったりっていうのは何かこうきついな、不安だな、大変な、大変そうだなとこうそういう不安を抱えることはありますけれどもね、はい、そういう時はどうやって乗り越えていくんですか？ LG21 を飲みますよね、その時は。僕に聞きますかね。大変なんですもんね、今ね、いろんなこう状況で大変だということをよく耳にはするんですけれども、まあ、僕個人としてはね、こう上司でもあっても後輩であっても変な壁作ることなく、なんかこう気楽に、個人的な意見としてはね、すごくこうまあその立場とか年齢はこうわきまえた上でですけれども、なんかこう楽に話したり、どっかこうご飯でも連れてってもらえるような気楽にこう付き合える人が上司だったらいいのかなと。逆に藤原さんが上司だったらどんな風に接していきたい？これもね、僕も年齢を重ねてまた下の世代と付き合うのは非常に難しいなと感じてきてるんですけれども、こっちがこう行こうと思うとね、ちょっと迷惑になってないかなとか、無理に誘ってないかなとか、逆にこう気使う年になってきてしまったので、人との付き合い方っていうのは難しいなって感じてるところですね、はい、近年ここ最近自分の中でもこう健康志向というか、すごくこう自分の体をこう気にする機会が増えたので、やはり資本はこう自分の体なんだと、健康じゃなければ仕事もやっぱプライベートも楽しめないなと思いまして、やっぱ健康第一に考えることが多くなったので、本当にこれから先も自分の体とこうしっかりと向き合って、まあ仕事では無理することあると思いますけれども、自分なりに40歳からもこうしっかりとやっていきたいなっていう思いはありますけども、はい、すごく美味しかったです。飲みやすくて体にスーッとこう入ってくるような感じでしたけど、僕は個人では冷蔵庫に入れてあって、お風呂上がりに飲んだり、お風呂上がりとか冷たいエネルギー飲んだらどんなリアクションなんですか？普通に、ああ美味しいですよ、ああ美味しいって言いますよ。朝も寝起きも、ああ美味しい、これで一日頑張ろうって思うじゃないですか。今日はもうだから帰ったら早速ですね、LG21 を入れてみたいと思います。いや僕はないんですよね、結果その監督演出家とその作品と僕の中ではこう向き合って、何かこう仕事してきた思いがあって、結果その周りの方にね、そういう、よしあしは僕には分からないですけども評価いただいたりして、まあ本当に今もこうモノマネやってくれる芸人さんとかもたくさんいますけれども、なんかそれはまあ悪いことではないのかなとは思いますけれども、はい、ご自身の中ではそこはもう許しているというか、許してこれどこに持ってきたいんですかこのインタビュー。許している時はまあまあ、芸人さんとかそういう癖の強いモノマネをされているときはこう、まあ、見て見ないふりをするのが一番いいかなと思ってますね、はい、絶対この意識改革取られますよ、芸人軍団に。気をつけないと、もう早めに NG 出しといた方がいいですよ。藤原竜也です。 LG21 のですね、新しい意識改革のコマーシャルに出演させていただくことになりました。よろしくお願いします。僕と一緒にですね、LG21 を飲んでですね、健康な体に今後とも皆さん一緒にやっていきましょう。藤原竜也でした。 LG21 もよろしくお願いいたします。明治さあ運命のプレゼンだ。
意識低い。え、床？胃が嬉しいと仕事は楽しい。さあ意識改革。胃で働く乳酸菌 LG21。 ま、いつも通りで。意識高。